皆さんこんにちは。 MSTV チャレンジ男子キャスター5期生の古舘克樹です。本日はですね、こちらホンダの CT125 ハンター株を紹介していきます。まあ、今回ですね、古舘、まあ一般道だけじゃなくて、なんとこのハンター株を林道に持ち込んで、しかも結構ゴツゴツした岩場のところを走ってまいりました。でこのでっかいリアキャリア、ごっつい感じがしますし、このアップタイプのマフラーからちょっとブロックパターンのようなこのタイヤ、一体どんな走りを見せてくれるのかっていうところで、初めて古舘が林道を走るバイクがこちらのハンター株でした。でまずちょっとハンター株気になるところまたがってみると、普段乗っているスーパー株だともう足つきべったり、膝もほぼ90度曲がるんじゃないかっていうぐらいつくんですけど、ハンター株だと割とシートこう高めなんですよね。でシート広めなので、結構足も開いて座らなきゃいけなくてですね、こうまたがって足をついてみた感じ、あ、意外とシート高高いんだな。ちなみにこのシート高なんですけれども、800ミリとなっています。まあちょっとですね、こう走ってみるにあたって何回も信号待ちで止まったり、林道だと足をついたりっていうところが多かったんですけれども、ちょっとここのシートの部分の張り出しの角の部分が内ももに当たって、ちょっと長時間乗ってると痛くなるかなって思ってはいたんですけれども、下道を長距離足をつかずにずっとまっすぐ走っていくことに関しては、やっぱりこの大きなシートっていうのは、その安定感であったり安心感、そしてお尻への優しさっていうところにつながっていたと思います。それで林道を走ってきましたよ、このハンター株で。本当に初めてで、林道を走る、まあはたまたオフロードっぽいところを走るっていうのが本当に初めてで、リアタイヤが滑る、ハンドルが取られるっていう、そういう感覚がものすごく最初は怖かったんですよ。でも車体自体の重さ120キロで、まあ株にしては重いかもしれないですけれども、普通のバイクとしたらやっぱりこう押し引き取り回しっていうところがすごく軽い方なので、やっぱり初めてのオフロードに行くのであれば、このハンター株ってすごくおすすめなんじゃないかなと思います。でしかも最初からこういうね、ちょっとオフロードチックなパターンのタイヤも履いているので、まあオフロード初心者、はたまた林道ちょっと走ってみたいけど今オンロードバイクだからなっていうところで、 125cc のセカンドバイクとして購入するのにはすごくとっておきの1台なんじゃないかなと思いました。まあ、エンジンの始動ちょっとやってみましょうね。エンジンかけてみると、じゃあセルボタンを使ってエンジンをかけてみる。これ一発で、まあもちろんインジェクションなんでかかりますし、割と音も静かめなんですよね。ちょっと回してみても心地よいこのトコトコ感、この音が走っててとっても気持ちいいんですね。で今回林道だけじゃなくて一般道も走ってきたって言ったんですけれども、その一般道ではもちろん大きな道路、幹線道路なんかも走りましたが、まあ周りの車に合わせて、まあ60キロいかないぐらい、55キロぐらいで流す分にはとても気持ちのいいエンジン、そしてそのパワー感でした。一応このハンター株の最高出力は 8.8 馬力となっているんですけれども、スーパーカブとかそういうカブ系のものに乗っている人だったら、そんなスペックなんか気にしないですよね。そういうスペックにとらわれない思考の持ち主、そしてそういうバイクに乗ってとことこゆっくり走っていきたいっていう方にはもうまさにぴったり。本当にこれは古舘やっぱりスーパーカブ普段50乗っているので、カブ乗りからしてみると、このハンターカブ本当に楽しい一台でした。でまたがってこうまたがる時なんですけれども、普段のスーパーカブだとだいぶここが低い位置にあるので、普通にこうやって足を前側を通して座ることができるんですけれども、ハンターカブだとどうしてもちょっとだけここが高いんですよね。まあオフロードも走れるようにっていうので、全体的にこうバイクの高さがあるんですけれども、
まあ、十分こうまたがるにしても、この前側を足通すにしても、まあ一般的な体格の方であれば全然苦にならないサイズかなと思います。で、今回試乗してみて、オフロードとかもいろいろ走ったんですけれども、何が古たち一番びっくりしたかっていうと、シフトショックの少なさなんですね。普段スーパーカブ50に乗っている時だと、ニュートラルから1速に入れた時に結構ガチャンで、1速から2速に上げた時にガチャン、結構そのガチャガチャ感っていうのがあったんですけれども、さすが最新のバイク、1速から2速、まあニュートラルから1速に入れる時とか、そういうシフトをチェンジしていくタイミングでも全くと言っていいほどシフトショックを感じないんですよ。これが一番びっくりしたところでした。だからこう街中走っていて、幹線道路をゆっくり周りの車に合わせてだいたい50キロから60キロぐらいで走っていく時でも、全然スムーズにシフトアップしていって違和感なく周りの車についていける。もちろんちょっと60キロだとちょっと限界を、エンジンが頑張ってるなー感が出てくるんですけれども、50キロ55キロぐらいの間の速度域であれば本当に気持ちよく走れました。あともう一点伝えておきたいなって思ったのが、普段乗ってるスーパーカブのサスペンションなんですけれども、フロントサスペンションって結構特殊な形をしていて、どちらかというとこう前に沈み込むんではなくて、ちょっと前側に出ていくような、そういったサスペンションなんですよ。でも今回のハンターカブは、ちょっと今フォークブーツがついてますけれども、テレスコの結構こうちゃんと沈み込んでくれるサスペンションなんですね。しかも結構柔らかめで、これは結構な段差があった時に乗り越える時とか、すごくその振動をいなしてくれる、そういう感覚がありましたし、乗っててね、リアサスペンションはまあまあ2人乗りも想定されてるので、ちょっと前に比べると硬いかな。でもシートがこれだけ分厚いので、お尻に感じる振動っていうのはそんなに大きくないかなと思います。で、林道を走る時はやっぱりこのちょっと大きめのタイヤで、この深く沈み込んでくれるこのサスペンションがあったおかげで、結構ハードな下り坂の岩場を走るときに、これでなんとか振動を避けながら、ハンドル振られながらでも、このサスペンションが支えてくれるおかげで、初心者の古たちでもなんとかそうした険しい道で冒険するということができました。そしてこのハンターカブなんですけれども、今ここに特にオプションのシートとかつけてないんですけれども、タンデムステップがあるんですよね。もちろん原付2種のこの三角のマークあるということは、タンデムができるんですね。ちょっとさすがにこのままでは乗ることは厳しいので、できればタンデムを今後検討されている方であれば、オプションパーツであったりとか、ここにちょっとクッション性のあるものを乗せてあげた方がいいと思うんですけれども、まあそういったところもスーパーカブのカスタム性の良さ、ここのデザインに合うものを選んでいただくとか、マフラーだってこれ十分静かで、とても回していけばストトトトっていう流れるようないい音が流れる、音が出るんですけれども、まあもちろんこれを変えるのもその楽しみのうちの一つでしょうし、タイヤの選択肢もであったりとか、ライトをちょっと変えてみたりとか、そういう、カスタムしていく時にやっぱりスーパーカブってパーツがすごく多かったりして、そういう走る以外の楽しみっていうところもこのハンターカブ多いんじゃないかなと思います。で、普段乗っているスーパーカブ50前後ドラムブレーキなんですけれども、こちらのハンターカブはもう前後ともディスクブレーキなんですね。だから林道を走っていて、こうやばいっていう時に、まあ本当はブレーキとかあんまりグッとかけない方がいいんですけれども、やばい止まらなきゃとかいう時は、もう本当に結構効きがいいですね。車体が120キロで軽いのもあるで、しかもディスクブレーキだとこれはもう十分すぎるほど、しかも見た目もかっこいいですよね。もちろんドラムブレーキのその見た目、古き良き感じ
と言いますか、そういった良さもあるんですけれども、やっぱり最新のバイクだったらこうした安全装備、しかも ABS がついている、前側だけになるんですけれども ABS がついているっていう、その安心感っていうのもこのハンターカブの魅力の一つなんじゃないかなと思います。でちょっとだけ気になるポイントをお伝えしておきますと、先ほど申し上げた通りここがちょっと高くなっているので、またがるときにちょっとよいしょとちょっとだけ頑張んなきゃいけないかなというところと、走っていて速度を見たいなっていうときに結構目線から下に下げてこないとメーターがちょっとだけ見えづらいというか、下の方に結構配置されているので、もし速度を確認するときはちょっとだけこう顔の動きを、首を動かしてあげなきゃいけないかなっていうのがちょっとだけ気になったポイントですが、ちょっともう一回だけカメラさんメーター映していただいていいですか。今回デジタルメーターなんですけども、なんと燃料計もついてて、しかも速度がデジタルで表示、ニュートラルランプもあって、ロービーム、ハイビームのスイッチ、ウィンカーのスイッチなんかも一目でわかる、このコンパクトに見たい情報をすべてまとめてくれるっていうのは本当にデザイン性としては本当に素晴らしい。あとはもうちょっとだけ高さが高くなると嬉しいなと個人的に古たちは思いました。もちろん身長があって座高が高いのもあるので、メーターまでの距離が高くなってしまうっていうのはあるんですけれども、まあもし古たちがこのハンターカブ乗るんだったらちょっとだけメーターは上に上げてきたいかなというふうに思いました。それでもね、やっぱりこのハンターカブ気になるところがあったとしても、それを自分でカスタムしやすいパーツの豊富さであったり、乗っていてそのスペックにとらわれない部分の走りっていうところ、もちろんスペックシート上では 8.8 馬力他の原付2種に比べたらちょっと馬力は低めかなって思うかもしれないんですけれども、カブに乗る皆さんだったらそんなところは気にしないですよね。乗ってて楽しいバイク、それってやっぱり馬力が高いだけじゃないと思うので、そういった魅力がこのハンターカブにはあったと思います。最後にこちらどんな人におすすめしたいかと言いますと、もちろんオフロードを走ったことがないけれどもちょっと冒険に出かけたいなっていう希望のある方であったり、初めて免許を取ってちょっと大きいバイク 125cc のバイクとかに乗ってみたいなっていう、まだまだ初心者マークの方とか、エンストしないっていうこの安心感もあるので、本当にそうした方々に乗っていただきたいと思います。あとはそうした方だけじゃなくて、バイク何台も乗り継がれてきてちょっと大きいバイク疲れてきたな、ちょっともう少し本当に気楽に乗りたいなっていう超ベテランライダーの方には乗っていただいて、このシフトをまさにレーサーのように逆シフトでこう下げていくような感覚なんだけど、125のパワー感でとことこ走るのが気持ちいいっていうところが、そうした超がつくベテランライダーの方には逆に新鮮さがあって面白いバイクなんじゃないかなと思いました。そんなところでぜひ皆さん、こちらをご覧になっている皆さんはこのハンターカブ一度レンタルするとかして乗ってみてください。そしたらそのスーパーカブが持つ懐の深さ、そしてその面白さっていうのが伝わるんじゃないかなと思います。そんなところで今回古たちがハンターカブに乗ってきたインプレをお届けしました。まあ、他にも高梨さんがハンターカブこちら乗っておりますし、以前丸山博士の速攻インプレなどもお送りしておりますので、詳しいスペック等についてはそちらの動画をご覧いただければと思います。それでは今日はこの辺でさようなら。おいさん、吸いたいか。はい、本当に吸いたいのか。はい、トップガン撮りたいか。はい、いいぞ、スーリー、スーリー、いいぞ、スーリー、いいぞ、スーリー、1、2、3、4、最終コーナーに向けて左へ。